つ目の準優勝戦11レースからは高田明と佐藤健志郎の2選手、明日の優勝戦進出を決めております。激戦続く準優3個レース、最後の準優勝戦鳥栖準優勝戦の12レースです。佐賀競馬場があるのは佐賀県鳥栖市。このレースは鳥栖準優勝戦と題して佐賀競馬とのコラボレースが行われます。最後の準優勝戦から優勝戦に駒を進めるのは果たして誰か。12レース鳥栖準優勝戦対戦メンバーとコースです。インコース1号艇佐賀、峰竜太が向かいます。うねり乗りこなし、琵琶湖5連続優勝で優勝に王手をかけるか。2コース2号艇福岡、高倉和人は2場所連続優勝を狙います。3コースは3号艇東京、新井翔吾、今年6回目の優勝なるか。4コース角4号艇佐賀、大久保慎一郎は前半まくり出しからシリーズ2勝目、琵琶湖3連続優勝なるか。5コース5号艇佐賀、熊本栄一、自身およそ2年半ぶりの優勝を狙います。6コース6号艇地元滋賀、北中元気は地元連続優勝なるかの6コース戦。最後の準優勝戦鳥栖準優勝戦の12レースです。安定板を使用しての競争、インから1番2番3番ダッシュ、4番5番6番です。スタートしました。インから1号艇ミネ、トップスタート、1番クエと向かっていきます。インから逃げの体勢、1号艇のミネ、2号艇高倉、差しに構えてまくっていく3号艇の新井、あとは左打ちに狙って4号艇大久保、バックへ入って陰線押し切りました。1号艇ミネ龍太先頭、2番手2号艇の高倉、内からは4号艇大久保ですが現在3番手、あとは3号艇新井、5号艇熊本、6号艇北中、スタートは前提正常でした。1号艇ミネトップ、2番手は2号艇の高倉、外回して4号艇大久保、内からは5号艇熊本でしたがホームに折り返して1号艇ミネ先頭、2番手2号艇高倉、3番手は4号艇大久保か、内から3号艇の新井、あとは5号艇熊本、6号艇北中、2周1マークです。1号艇ミネリュータ先頭で2周1マーク、2番手は2号艇の高倉、焦点3番手の水、内を回った3号艇荒井、外行って4号艇大久保ですが3番手は4号艇大久保が優勢、上位は1蓋4で4番手以降は3号艇荒井、5号艇の熊本が5番手で最高峰、6号艇北中、2周2マークです。1号艇ミネトップで2周2マーク、2番手2号艇高倉、3番手は4号艇の大久保、上位の体勢変わらず1蓋4、あとは3号艇新井、5号艇熊本、6号艇北中、前提最終周回です。陰線トップスタートから堂々押し切って1号艇峰竜太が先頭、2番手2号艇高倉和人、3番手は4号艇大久保慎一郎で上位は1蓋4、4番手以降3号艇新井、そして5号艇熊本、6号艇北中、最高峰最終ターンマークです。琵琶湖5連続優勝、そしてファイナル1号艇へ、1号艇峰竜太が先頭、2番手は2号艇高倉和人、3番手は4号艇大久保慎一郎で上位は1蓋4、最後の準優勝戦まもなくゴールです。先頭1番峰がゴールイン、2番手2番高倉ゴールイン、3番手4番大久保ゴールイン、後ろ3番新井、5番熊本、ラスト6番北中がゴールインです。以上第12レース鳥栖準優勝戦でした。